皆さん、こんにちは。私はイタリア料理研究家の長本和子です。イタリア料理研究家っていうのは、イタリア料理を皆さんに教える仕事をしています。チョーあら何か声がしましたね。私の隣にいるのはピノッキオ。イタリアで一番有名な操り人形です。ねえねえ、ピノッキオ。 イタリア語でご挨拶するときは何て言うのチャオだよそう。会ったときもお別れするときもチャオっていうのね。皆さんたちの街、柏原市とイタリアのグロッセートは友好都市です。そのグロッセートがどこにあるのかちょっと見てみましょうか。 イタリアは北から南までまるで長靴のような形をしています。その長靴の真ん中あたり、トスカーナという州にグロセートはあります。これはグロセートの景色を丘の上から見たところです。オリーブの木だとかブドウの木がきれいに植えてあります。ベンロー今なんて言ったのピノッキーを。 って言ったんだよイタリア語でベッロっていうのは綺麗っていう意味なのね。では、街の中へ行ってみましょう。街の建物は全部石でできています。昔からの建物がいっぱいあるんですよ。実はこのグロスセットはなんと3000年も前からの 文明のあったところです。これはその時代のことを絵に描いたものです。この大きな建物の中には神様が祀ってあります。町の人たちは馬を飼っていたり牛を引いていたりかなり高い文明の中にいました。これがその人たちです。名前はエートールリア人。 イタリア語ではエトルスキと言います。これはエトルスキの夫婦の像です。ちょっと後ろ姿を見てみましょうか。左上の写真を見てください。二人とも編み込みの髪型をしていますね。奥さんの方は可愛い帽子をかぶっています。では右下を見てみましょう。旦那さんの方は裸足ですね。奥さんの方は かわいい靴を履いています。それに洋服にきれいなひだが入っています。このエトルリア人、3000年も前からグロスエートの方に住んでいるんです。そしてその後が公園になっています。そういえば、柏原市にも縄文時代だとか弥生時代の公園がありますね。 同じですね。これを見てください。左手が柏原市の歴史資料館にある末木という焼き物。右側はグロセートの考古学博物館にあるもの。なんかこの二つとってもよく似ていませんかさて、この カシワラシとグロセートはなんで友好都市になったのでしょうかワイン仲間だからだよカシワラシもグロセートも両方ともブドウとワインを作っているからですね。そのワイン、グロセートの方では3000年も前から作られていました。これは昔々の 壺に書いてある絵です。前にいる男の人たちは食事の支度をしています。お肉に串を刺しているところですね。上の方を見てください。ほら、ぶどうがなっているでしょそのぶどうで作ったワインを、この右手の男の人は綺麗な入れ物に入れて飲んでいます。それが左手の写真。これ 博物館にあるんですよ。昔の人はこういうものでワインを飲んでいたんですね。もうちょっと昔のワインのお話をしましょうか。その時代、今見たく冷蔵庫はありません。ワインは温かいところに置くとまずくなっちゃいます。そこで昔の人は 大きな壺の中に入れて土に埋めていたんです。土の中って温度が低いのね。これは大変な知恵ですね。それだけじゃないんです。ワインの味が悪くなったりすると、その味や匂いを消したりするために蜂蜜だとか胡椒、シナモンなどのスパイスを入れて味付けしてました。 左手はそのスパイス類をこすための道具。右手は少しの量を作るための亀ですね。この中にワインと蜂蜜、スパイスを入れて味をつけてから手前の穴のところから出してさっきのような入れ物に注いでいたわけです。ワインの勉強しようねはい。ここで。 ワインの勉強してみましょうか。ワインの材料はブドウです。ブドウには白ブドウと赤ブドウがあります。その違いは皮の色。白ブドウの方は色がついていないんですけれど、赤ブドウは中身は白と同じなんですけれど、違うのは皮のところ。皮のところに色がついています。 ですから、白ぶどうからは白ワインが作られ赤ぶどうからは皮を長い時間果汁と一緒につけておくと赤ワインができるんです。皮をつける時間が短いとバラ色のロゼワインができます。すぐに皮を取ってしまうと白ワインになるんです。面白いですね。 これはブドウのマジックかなどういうような道具で作るのか見てみましょう。真ん中の写真が500年前の道具です。手前にあるのがブドウの汁を絞る機械。右手がそれをやっている今の機械です。真ん中の写真の後ろ側にある樽は ブドウを寝かせておくもの。左手にあるタンクが今の機械になります柏原市の歴史資料館には昔のワイン作りの道具があるんですよ左手のものがブドウを潰すもの右手がさっきの写真にあったようにブドウの汁を搾り取るものこれってきっと 日本の大工さんが一生懸命作ったんですね。グロスエッドのワインを作るところに行ってきたよどんなところなのか見てみましょうかそこは広いぶ,でぶどう畑に包まれた丘の上にありました。右上の門を入っていって裏に入ると。 ワインが入っている大きなタンクがたくさんありました。こういうようなところを醸造所っていうのね。グロスセートにはいっぱいあって、それぞれの醸造所がそれぞれの瓶に綺麗なラベルを貼って、ここから世界中に輸出されています。でも、 ワインのお話をしたら食べ物のお話もしなきゃなりません。イタリアではワインとお料理っていうのが一つのセットになっているからです。エトルスキたちはなんと3000年も前から小麦を作っていたんです。真ん中の写真、牛に畑を耕すスキをつけて 畑を耕しているところ、そこから小麦が生まれます。この小麦と水をよくこねて手で伸ばしてうどんのようにしたものがこの地方のパスタです。キノコだとかエビだとかいろいろなものでソースを作ってそれをあえて食べます。ピンチって言うんだよそう、このパスタは ピーチっていう名前なんですよ。グロスセートのお肉屋さんにも行ってみました。お肉屋さんには生ハム、サラミ、ソーセージがぶら下がっていて、鶏だとか、豚、牛、羊、うさぎのお肉を売っていました。それを使ってお料理を作って、 で、そしてワインと一緒に楽しむのですブオノそうイタリア語で美味しいというのはブオーノって言うんですよピノッキオをみたく人差し指でほっぺをつっついてブオーノって言うとそれを作ったまんまたちは大喜びします いかがでした皆さんの柏原市の友好都市グロスエートはとっても素敵なところでしたね。いつかグロスエートに来てくださいね。チャオチャオはい。お別れの言葉もチャオチャオ。それでは皆さん、チャオ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 